僕はあんなに働いてるのに金が入らない。で、木業者はだいたい週に4時間だけ働いている。めちゃくちゃ金が入る。それって不公平だな。って思われるあなた、本日あなたに紹介したいのは、どうして起業者は金持ちになるということです。では早速参りましょう。昔ながら僕はもうそう思ったんです。起業者は不公平、起業者はみんなは金にやらしい、みんなケチというのは思われたんですけども、起業者はみんな悪いというのは、これは世間からもらったの知識だから、それを自分に真似したというのも分かった。その知識はあくまで、自分は起業者になりたいのに、みんなに起業者悪いと言われているのに、自分の中ではすごく狭間になったということで、そしてその狭間はもう自分の対人恐怖症というようなものにもたどり着いた。そしてそこでは僕は日本から帰りされてというの時には、僕はなんとうつ病になり、自殺未遂にもなって一時期もあった。当初僕のコーチがやってきてくれて、そして僕を自己啓発というような世界に誘ってくれたからこそ、僕は自分の使命の下には同じくの700万人の対人恐怖症者を脱出させるということです。もし現在あなたは対人恐怖症という悩みを抱えている方でしたら、最初はこちらの動画をご覧ください。もしあなたは現在僕と昔と同じく、なかなか相談に乗る人はあまりいなくて、僕はいかがでしょうか。それをできるのは、自分に直接に PM か、下の概要欄で自分のウェブサイトが貼ってあるので、即にもどうぞ。僕はいろんな SNS をやってますので、Facebook や TikTok や Instagram、Twitter、LinkedIn、すべてをやってますので、もしよかったらフォローしてね。ではどうして起業者はそんな金を持ってるかというと、起業者は 何やってる、そんな金持ちになるかというと、大体の起業者はあなたは想像以上の数年間努力して、自分の会社をちゃんとこしらえて、でそっから楽の人生になったということです。つまり数年間必勝に頑張って、1週間で8時間とか1週間で100時間で働いてて、睡眠も健康も惜しまずに全てをかけてやってる。特に大手企業者は結構かけるものが多い。特に自分の資産というのもかける人も多いんです。例えば自分の家とか自分の車とか、いろんな持ってるものを全てをかけるというのは起業者ということです。ではあなたはその起業に入るは何がかけるかというと、ただあなたの時間だけです。その時間っていうのは不公平と思われる方がいらっしゃるんですけれども、もちろんあなたは企業に入ったら大手企業でもあなたの価値の10分の1を払っているというのは事実ですが、でもあなたはその企業に入ったら何もおかしいものはない。つまり何も危険ものはない。すべての危険ものは誰が負っているかというと、企業者です。その取締役というのですね。取締代表。だから起業者は金持ちになったわけです。レシェイパーの皆さん、僕はこちらの動画毎日アップロードしますので、明日のテーマなんですけれども、我らの思考は力があるというのはみんなに示したいと思います。そのチャットして実践を見せたいと思いますので、もしその動画を見たいなら、僕にパチンと登録と通知バトンを押してください。または高評価もお願いいたします。
僕は思うのは、配りは世話ということで、友達にもシェアしてください。こちらのチャンネルでは、僕は大体、対人恐怖症対策、怠慢対策をどうやって戦おうかというと、大体は自己啓発や心理学や、まあ、NPL とか LOA とか、または何が扱おうかというと、もしあなたは将来に起業になりたいなら、Facebook マーケティングにもちゃんと見せたいので、もしよかったらその間でこの2つ動画をご覧ください。では次の動画で会いましょう。